道賀島天窓堂道動画島天窓道は、静岡県加茂郡西伊豆町西名にある、国の天然記念物に指定された、会食堂である。洞窟内部中央付近の天井に、複数回の陥没や崩落によってできた、直径十数メートルの穴が開いて抜け落ちており、道内へ入る、遊覧船に乗船して見上げると、ちょうど屋根に天窓を開けたようになっているため、天窓道の名で呼ばれている。 天窓道のある道賀島地区は、駿河湾に面した伊豆半島西岸のほぼ中央に、位置し、天窓道を含む海岸の一帯は、指定名称伊豆西南海岸として、国の名称にも指定されている。古くから西伊豆海岸の継承地として知られており、道賀島天窓道の名称で1935年8月27日に、国の天然記念物に指定された。また、 2011年に制定された伊豆半島ジオパークのリストの一つにも登録された。道賀島天窓道静岡市道賀島天窓道の位置、道賀島天窓道のある西伊豆町道賀島一帯の地質は、新第三期中心夜の白浜層と呼ばれる新第三期中心夜にできた石英安山岩室の業界岩で構成されている。この業界岩は波の侵食を受けやすい岩室であるため、 周辺一帯には数多くの会食堂が作られ、小さな入り江やトンボロ現象で知られる陸警察の三四郎島など複雑な地形が形成されている。動画島天窓道も業界岩が会食によって侵食され生じたものであるが、三箇所の入り口を持つ複雑な構造をしており、 これらの洞窟が内部でつながっているため総延長は395メートル、総面積は9800平方メートルに達する。3カ所ある入り口のうち、2カ所は海側に向かって、1カ所は山側に向かって開港しており、これらが内部で2つの横穴により連結して満々と水をたたえ、全体的にはイノジの形をした海食堂になっている。天窓の南口と西口。 海側から見て、右側の入り口は、南口と呼ばれ、ここから続く、洞窟内部は、波が穏やかな時は遊覧船が侵入できるほど広い。南口から、東口の中間付近の天井部に、名称の由来となった天窓が開いており、髪型と東口から差し込む光で道内のエメラルドグリーンの、水面や壁面が揺らめいて神秘的な光景を見せる。 天窓と呼ばれる陥没穴は、重央十八十三メートルのほぼ楕円型をしており、周囲は48.7メートルである。地上部には天窓を囲むように遊歩道が設置されており、洞窟内部を上から覗き込むことができ、波の穏やかな日には道内を行き交う遊覧船を見ることができる。1935年の国の天然記念物の指定に先立ち、 1933年の8月に調査、実測されたデータによると、道内で最も幅が広いのは、天窓付近で、中間町維持で29メートルである。洞窟内部の水深は、おおむね5メートルから3メートルであった。天窓道の東口、山側に向かって開港しており、洞窟内の海水を介して、波が打ち寄せ、小さな浜が形成されている。 光の差し込む天窓道。西口から入った道内は、幅が狭く光も差し込まないために、内部は暗く、道口から東口に抜ける、中間地点付近には、北東方向へ向かう、頼朝穴、または鎌倉穴と呼ばれる指導がある。言い伝えによればこの指導は鎌倉まで通じていると言われ、その昔、追っ手に追われた、源の頼朝がこの洞窟に隠れた際、 この様子を見ていた雲が洞窟の入り口に雲の巣を張ったため追っの目をくらませることができ、頼朝は難を逃れたという。また、鎌倉宛の密書をしたためた頼朝は、この真っ暗な指導の奥へ密書を投げ入れたと伝えられている。この指導は前述した昭和10年の天然記念物調査報告書でも、この穴は満にして未だ奥を極めたるものなくと記されていたが、 1984年4月に、静岡大学探検隊が調査を行った、結果、指導入り口より39メートルの地点で行き止まりになっていることが判明した。天窓道の東側を南北に走る、国道136号沿いには、天窓道を題材にした、よさの鉄管、秋子夫妻の火痢がある。光の差し込む天窓道。島のホラミ道に似たり船にして、 友の奉仕を参れ心境、よさの鉄管、冬かしわ島天窓道の天窓を光りて下る、春の雨かな、よさの秋子、冬かしはこの歌は1935年2月23日から3月3日に、かけ、鉄管、秋子夫婦が、伊豆半島を周遊し、天窓道を訪れた際に読んだもので、雑誌、冬かしはで発表されたが、 鉄管は伊豆から東京へ戻って1ヶ月も経たない3月26日に病没しため、二人にとって最後の旅となった。2つの火碑は1枚の石碑に刻まれ、天窓堂の東口を見下ろす伊豆七不思議の一つ、道賀島の揺るぎ橋跡地に隣接した西伊豆管公共会事務所の隣に設置されている。ありがとうございます。